はい。デジカメから動画配信、デジカメで撮ってすぐ上げているので、お聞き苦しい点や見苦しいところはご了承ください。本日16時から開催されるキャンドルナイトの準備が着々と進んでおります。陶器製の灯籠がこちらです。八角亭の前にあります。ちなみに八角亭のポストには桜と 鶴が書いてあります。そしてこちらが竹灯籠です。火をつけるのが楽しみです。